ブルース・エドワーズ・イビンズは、アメリカ合衆国の微生物学者。アメリカ陸軍感染症医学研究所に18年間勤務、し、炭疽菌に関連する研究を行っていた。2001年9月18日と10月9日に起きた、アメリカ炭疽菌事件について、炭疽菌の第一人者として、連邦捜査局の捜査に協力する一方、事件への関与を疑われた。イビンズは親、 イスラエル的な反イスラム主義者で共和党の支持者でもあり、イスラム過激派を名乗る炭素金の小包みはもっぱらリベラルなメディアや民主党の政治家に送られていたことから、同期は推測できた。2008年6月、FBI と同事件の容疑者とされていた別の男性との訴訟において約600万ドルの和解金で時短が成立したが、 その直後から研究所内での立ち入り区域を制限されるとともに9月に退職するよう迫られた。また事件の容疑者として近く FBI から起訴される見通しであることを知らされていた。7月29日、数種類の鎮痛剤を大量に服用し死去、自殺とみられた。2008年8月6日、FBI はアメリカ炭素銀事件は イビンズの単独犯行によるものであったと宣言、7年に及ぶ捜査を終結する見通しを示した。ありがとうございます。